鈴木？おお。え、あ、佐藤。おお。よろしくお願いします。あれ副所長ちょっとさっきので、うん、さっきのでちょっと疲れたからそうね、ちょっと汗かいてるね。よく頑張れた、はい、頑張りました。はい、それでは今日の客員研究員の方ですよ、はい、どうぞ。 IPB プロデューサーの木村です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。急にびっくりするぐらい緊張してますね。急にね、どうしたんですか。お名前が、広報の森田さんがね、はい、いなくなっちゃいまして。もう本当はね、もう一人リハでやってたんですよ。そうですね。その方がリハーサルも全部出てたのに、喋、うん、ることが倍になりましたから、ね。森田さん、どうしたんですか、森田さん。急に森田さんはなんかお腹が痛いって言っちゃいました。リハでリハまで元気だったんですよ。小学生やん。大変。大変です。まあ、ちょっと。辛いですからね、もしかしたらっていうね、はい、うん、ことでね、いろいろあって、うん、まあ頑張って、まあじゃあちょっとここは、木村さんしっかり頑張っていただきましょう。はい、はい、というわけでまずは、今日の研究対象を教えてください。はい、はい、ご注文はウサギですか、ワンダフルパーティー、本日発売になったタイトルです。なるほど、ね、はい、5BB から、ね、PS ビータソフトとして本日発売になったと、ね、はい、出ておりますけれどもね、まあ、アニメも大人気で、アニメ人気すごいですよ。すごいよ。そうですね、去年の10月から始まって12月に、はい、終わったんですけども、はい、まあ、それで寂しい思いをしている難民と言われる方々が結構いるみたいで、ご審査難民が、まあ、そうです、その人たちにも楽しんでいただけるように作りましたんで、うん、やってみていただければなと思いますが、はい、じゃあ早速ですけれども、ゲームの内容の方を教えてください。すみません、その前 に、 その前に本日、発売日ということですね、はい、発売記念抽選会というのを行いまして、あ、イベントあったんですか。そうなんですよ、すごいたくさんの方が来てくださいまして、マジで、もう購入された方に、抽選を行うんですけれども、はい、それも500回を優に超えるという抽選の回数で、な、秋葉原だけで行ったんですけれども、こんなに来ていただいてありがとうございました。ありがとうございました、要するにもう休みの日とかやったらもっと来てたっていう可能性ですね。平日なんですよ。平日ですよ。すごい、もう土曜日休みの日なんかある程度決まった人だけですからね。なかなか、もう休んで来てくださったのかわからないですよね。すごいよ、すごいよって、はい、すごいね、うん、休んでいただいたのか、休んでいただいたのか、まあ、そうですよ、いろんな方おられますよ、うん、まあ、地方の方もおられますから ね、 ね、はい、まあ、さあそんな中、はい、では、ゲームの紹介を行いたいと思います、はい、まあ、皆さん分かっていらっしゃる方はたくさんいると思いますけれども、ご注文はウサギですかというのがですね、はい、方文社さんの、漫画タイムキララマックスで連載されている漫画です、うん、2014年に第1期、2015年に第2期が、うん、放映されて、まあ、大人気だったんですけど、まあ、とにかく可愛いのが売りの、可愛いだらけの、可愛いだらけです、もう頭に乗ってるあいつが一番可愛いティッピーっていう、うん、パパパパしてる、実はウサギなんですけど、ね、そうね、ああ見えてね、うん、アニメです。で、今回、次のスライドはい、今回ですね、初のコンシューマーゲーム化ということでですね、5PB から出させていただくことになりました。ありがとうございます。どういう内容ですか。はい、そうですね、キャラクターの説明をしますか。はい、うん、
まず、主人公のココアちゃんですね、うん、高校入学を機に、まあラビットハウスという喫茶店に下宿して、まあ、働いているという、はい、まあ、将来は、国際バリスタ弁護士を目指しているという、うん、ちょっと変わった子なんですけれども、こんな子が、まあ、主人公になっています。ゲームでもバリスタと国際弁護士だいぶ差がある。パン屋さんも、まあ、小説家もいいなって言ってる。結構ね、まあ、いろいろな、すごいね、はい。で、次のモフモフが好きなんですよね。そうなんです、うん、モフモフは、まあ、みんな大好きなんですけども、ね、うん、妹とモフモフが大好きです。なるほど、うん、そうか、そうか、はい、そしてそしてちの、ちゃんですね、うん、水瀬さんね、うん、そうなんです、ラビットハウスの一人娘で、うん、まあ、喫茶店の看板娘として働いているという中学生なんですけれども、うん、非常に、まあ、ちょっとクールな感じもするんですけれども、はい、やっぱり可愛いものが大好き。なるほど。ちのちゃんもモフモフは大好きなんですけれども、そうなんですよ。でもなぜか、ティッピーとはすごい仲良しなんですけれども、うん、なかなかあの他のウサギとかは慣れてくれないっていう体質をちょっと気にしてたりします、ね、本人はね、はい、ではもう一人、ラビットハウスで働いているリゼちゃんです、うん、まあ、父親が軍人ということでですね、うん、まあ、ちょっと軍人気質なところがあるんですけれども、うん、やっぱりこの子も可愛いものが大好きな、基本そうでしょう、この年は。なかなかクールな感じを装いつつもやっぱり可愛いものにされているという、実はお嬢様でお嬢様学校に通っているこです、うん、銃持ってるね、うん、そうです、あのモデルガンを携帯してたりして、はいはい、なかなか危険な子ではあります、はい、で次の女の子です、はい、ちやちゃんです、里、うん、はい、アマウサワンというですね、甘味処で働いている、女の子です、ラビットハウス と、アマウサワンはちょっとライバル関係にあるみたいなんですけれども、まあ、ちやちゃんとココアはもう大の親友で、うん、とても仲がいい感じです。なるほどね、で、次は、シャロちゃんです、また先ほどのちやちゃんと幼なじみのシャロちゃん、はい、こちらも、違う喫茶店のフルールドラパンというところで働いている、はい、まあ、こちらもリゼちゃんと同じ、学校に通ってるんですけれども、庶民的な暮らしをしている女の子です。ただ、コーヒーを飲むと酔っ払うという得意スタイル、なかなか危険な、もうグーグーがもう依頼ですよ。そうですね、すげえ懐かしい。そうですね、カフェ読む、読む、カフェで完全に酔っ払う、うん、ジャルちゃんとガム並みに酔っ払ってます。梅干しに酔うのがラムちゃんです。そうなんだ、ね、詳しいですね、いろいろ、はい、すごい、それでいるんです。そうでした。そして、はい、おなじみの、青山ブルーマン店さんや、ちのちゃんの、お友達のまやちゃん、めぐちゃんも、うん、まあ、おなじみのキャラクターたちも活躍します。はい、で、じゃあゲーム内容に、ね、どういうゲームになっているのか、はい、はい、お話の舞台はですね、テレビのシリーズの11月から12月のクリスマスの間のお話を、舞台にしております、うん、あ、じゃあアニメと関係はあるってことなの？アニメとは関係はあるんですけれども、はいはいはい、ストーリー自体はまた別のところで起きているものなので、まあ、アニメ見た方でも、十分楽しめる内容になっています、はい、で、最初はですね、12月4日にちのちゃんの誕生日ということで、はい、それに向けてココアが頑張るお話になっています、うん、で、もう一つ後半の第2部になるとですね、今度はクリスマスが待ってますので、はい、クリスマスパーティーに向けて今度は、ココアのお友達のちのちゃん、リゼちゃん、ちやちゃん、シャロちゃんが、それぞれ、キャラクタールートとして、うん、クリスマスパーティーを成功させるために、頑張るという話ですね。なんかもうどこ見てもこの幸せな感じしかしないですね。そうですね、もう幸せなのを見たい方たちは、みんなでのグループ、そうですね、みんなでルートという、まあ、このお話は別にハーレムルートとかはないですけども、うん、みんなで仲良くやっていけるルートもあります、はい、で、もう一つ、はい、ゲームの特徴がまだまだあります、
まず最初にですね、喫茶店モードというのを用意しまして、はい、こちらがですね、まあこのお話自体が喫茶店で働くお話がメインなんですけれども、はいはい、それを、かわいい SD キャラにしてココアが、まあ、配膳をしてお客様に、注文を間違えないように配膳するミニゲームがついています。でこちらを成功させるとですね、はい、知名度が上がってですね、あのちのちゃんの誕生パーティーのストーリーにも影響が出てくるかもしれません。そこで繋がってくるんですね、はい。次がですね、はいはい、ラビットハウスを盛り上げるために、うん、またコスプレをしてチラシ配りをしようという案を考えてですね、まあいろんな服装をして、うん、チラシ配りをしてくれます。はい、まあアニメの中では、まあ、当然ストーリーがあるので、うん、なかなかそういういろんな格好っていうのを楽しめるっていうか、じっと楽しめるっていうことは難しいかもしれない、はい、ゲームだと自分で好きな服装を選んでですね、着せ替えても着替えてもらって、それでストーリーがまた別のストーリーが始まるという感じになります。まあ、いろんな可愛らしい。何着ぐらい入るんですか？ですね、全部で6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、あのだから面白い、7着ぐらい他の店のも着れるってことですね。そうです、うん、フルードラパンですとか、はい、アマウさんとかアマウさんもね、あの和服みたいなやつが着れる。そうですね、面白いですね。はい、うん、まあ早めに買っていただいたお客様には、うん、初回限定特典として、バニーの衣装をあらこの右下のやつ追加できますらしいかな。はい、あこれ限定なんですね。そうです。うん、はい、そうですね、それでまたストーリーも、追加されますので。あら、服装によって、それによって、はい、服装によって、結構変幻自在ですね。はい、で次がですね、週末になるとですね、まあ、みんなで集まって作戦会議じゃないですけれども、結局まあワイワイ、まあ、ガールズトークになっちゃうんですけど、どう盛り上げるんだみたいなことですね。そうですね、で、パジャマパーティーということで、まあ一緒に寝ちゃったりするんですけれども、うん、まあ、どの子と一緒に今日はお休みしようかっていうのも選択できたりします。一個ずつの布団じゃないのかな、これは。なんかつながってるな、つながってる、一緒にイメージでいい、ま、枕を揃えておきました、ね。うん、なかなかすごいウキウキしちゃいますけれども、まあ ね、はい、まあまあこうあの子たちがこう寝るだけ。いやでもそれを見て別に何が仲良くなるところを見て、みんな仲良くなるみたいにウキウキ、ウキウキで幸せな気持ちにさせてくれるね、これね、いいですね。じゃあその幸せな気持ちにさせてくれるのを分けていただいてもいいですか？そう、ちょっと見ましょう、ね、ゲーム画面見て、では早速ゲームをやっていますよ。まず最初に、うん、初めのシーンからをこう、見ていただきます。出来たてほやほや、11月中旬ってことですかね。そうですね、うん、ココアがちのちゃんの誕生日を知るところからです、うん、はい、ではさあちょっとじゃゲーム画面お願いします、はい、ああ丸が書いてあるのは何ですかと、カレンダーの丸を気づいたんですね、ココアちゃんは、うん、ああそれは、うん、あ待って、なんで止める。12月4日はチノの誕生日。恥ずかしかったな、ダンディの声。あこれちなみにフルボイスなんですか？はい、フルボイスですね、うん、ちょっとココアちゃんの声もちょっと喋ってくれます。チノちゃんのお誕生日、それびっくりするね、知らんかった。ちゃん、うん、なんで言ってくれないのと。なんですか、やん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 、どうしてそんな大切な日をお姉ちゃんに教えてくれなかったの。お姉ちゃんって言ってんのね。そう、妹扱いしてるから、ね、妹扱ってます。そんなことを言い出すなんてプレゼントをねだってるみたいで厚かましいです。ちのちゃんはもう本当におとなしいというかクールな感じの女の子なんで、うんうん、できないそういうことがね、素直に。そんなことないよ、遠慮なんてちょっとココアさん、お姉ちゃんとしてちのちゃんの誕生日を世界で一番素敵な一日にしてあげるね。待ってください、誕生日って心静かに迎えるものだと私はそう思って、世の中みんなこんなに逃げやったらな、お姉ちゃん任せておきなさい、ね、聞いてない、こうはならんかな
今年は賑やかな誕生日になりそう。お父さんはなんで言っちゃったんだろうね。いや、それは娘の誕生日。はい、おじさんも楽しみにしていてください。知ってんのよ、そのちのちゃんの性格も知ってるから。あ、そう、あえてね。頑張るから教えたね、分かったね。でもちのちゃんはそのちょっと誕生日会とかそのちょっとあんまりね、恥ずかしいよね。ちょっと視点が人格面白い変わります。へえ、誰視点だ今度は。今度は、ちょっとちのちゃんの視点が入ります。まあ、おっと、アニメと同じような感じで進んでおります。うん、これ、セリフのこの枠外せないんですか？外せます。外せます、あれ。もういいの、ちっちゃい。これ中学生でまだ。恥ずかしい。かわいいな。どっちかって小学生よりの中学生だね、この子は。世界で一番素敵な日、うん、どんな日だね、言われたからね。そうだね、うん、こういう可愛いシーンが、ほんま嬉しいね、ほんま嬉しいね、うん、柳原さんに負けないぐらい可愛いシーンが。僕そんな、あれ、ちょっと待って、何、意味がわからないです。いいから、いいから。なるほど、こういうの気持ちが大切なんだよ。いけないのね、もうココアちゃん。わかりました。おお、それじゃあココア風呂お誕生日バージョンだよ。ココア風呂ってそんなあんのかなと思う。肌に良さそう。まさかの、ほんまのそっち。えっ、ああ、ね、ちょっとこれ、あの枠って外せる。何回言うねん。安心してください、うん、外せます。もうええわ。どんだけやんねん。いいなこれ。背中合わせのところがまたちょっと可愛いですよね。姉ちゃんももっと覚えちゃっていいか。大きいお風呂ないよ、なかなか。確かに。あの、ココアさん、私のことばかり知られるのは。あ、いいね、うん、ココアさん。確かにね、魔女の宅急便思い出すね、このやりとり。私、そんなのやったっけ。私は春だから。ありました、魔女の宅急便。おばあちゃんね、聞いてくれると知りたがるわ。きっと、きっと。それに負けないぐらいいいシーン。いや、いいシーンですよ、いいシーンだね。こういう、だから優しい思いだけがぶつかってるね、わけですから、もう誰も損しない。いや、ちょっとこういう気持ち忘れてるな。なんかほっこりしてきましたね。優しい気持ちになる。だから、ほんまに世の中の人間全員にこれ必須でやらすべきよ。おぉ、ゆなちゃん、やろうよ。これもアニメとかちょっと見てたからね。あ、もう大丈夫。そうそう、ただ、このアニメを見ている自分を鏡で見たときに、ん？と思ったけど。大丈夫。いや、大丈夫だよ。そう、大丈夫。合ってる、合ってる。大丈夫だよ。誕生日の話をしてくれてくれそう。確かにそれは否定できないかな。すげえな。やっぱりですか。明日もこれで間が持つのがすごいよな。なんか本当に女の子同士の会話って、うん、じゃあ一緒に寝るならまたこうと、はい、半身浴じゃないのにずっと入ってるんでこれ。だいぶきっとぬるめになる。35度ぐらい、それぬるいね、寒いよきっと。こういうところでもう誕生日パーティーをやろうと思います、うん、で、じゃあ次のシーンに行こうかなと思いますが、はい、ちょっと待ってくださいね。ちょっと一回戻しますね。はいはい、ちょっと待ってくださいね。大丈夫ですよ。いやー、まあ、あえてこう誕生日会やろうみたいなところになるんですね、はいはい、うん、いいですね。では次はですね、うん、もう一度今度は、お着替えして、おっと、おっと、おっと、こちらです。チラシ配り、コスプレをしてチラシ配りをする。あら、見たい見たい見たい。コーナーです。何着る、何着よう。次はチラシ配りだね。まあ、いろいろなキャラクター、すべてのキャラクターに制服。あー、似合う。全身が見えるかな。全身。おうおう、何着てもいいな。服装があります、うん、ではまあ最初に制服のイベントを見てみましょう。軍服っていうのはびっくりした。私もびっくりした、うんうん、構いませんが今日はみんな揃って配ることができそうですし、
そうしませんか。そうなの？じゃあみんな揃って、うん、みんなで配ろう。開始。開始。何何、うん？ココアちゃん、なんだかご機嫌ね。お。キノちゃんを選んだので、キノちゃんとの親密度がアップしました。なるほど。この親密度によってルートが変化していったりもします。第2部のやつが変わってくるってことですね。変な笑い方しちゃって。実はね、このアイデアを採用してチラシを配ったら、いいアイデア、大丈夫か、コカちゃん、このアイデアいつも。へぇ、自信。それは、私たち5人で。なるほど。それはまあ、今までの自分。そう、そりゃそうだ。あ、確かに。大丈夫、一番小さいのかな。ちょっと私、前、ちのちゃんの制服を着たことがあるな。優しい気持ち、優しい気持ち。そういや、いいわね。まあまあ、私、シェルちゃんの学校の制服を着てみたいわ。わかる、うん。実は私も。本音はそこか。さすがココアちゃん。私たち、気が親友だもんね。ねえ。ねえ。おでこ広いな。別にいいよ。これ、どうなんだろう。男の子がこういう女の子の会話を見てて、羨ましいなってなります。まあ、羨ましいなっていうか、まあ、微笑ましいなのが強いかな。あ、だって俺は別に制服着替えたりとかないもん。嘘。ほんまよ。全然なかった学生の時は。ちっちゃいやつが大きいやつの着たり、大きいやつがちっちゃいやつの着て、パンパンやんとかブカブカやんダハハって、全員ここハンダコテでブサブサなってたからな。あったよな。みんなハンダコテでここブサブサなってたな。ちょっと何言ってるか分かんない、全然。え？え？おかしくない？ハンダゴテって作ったやん、家庭、あの技術家庭家で。作りました。で、男らはこう手伸ばしたり好きなことやるから、制服はハンダゴテで焦げんねん、ジョーって。だからもういらんことするやつか、ちょけてるやつとか、アクティブなやつほどここにハンダゴテの跡があるっていう定番やん。ないでしょ、ないよ。俺なんか両方あったもん。ふざけすぎ。めっちゃ怒られたもん、川崎先生に。全然元気かな。元気かな、川崎先生。よう、しばかれたな。かわいい思い出だね。あー、ちょっともう着替えてるやんか。あ、ほんと、着替えちゃった。あれ、誰が何？新鮮ね、あの白の制服ね。そうですね。きのちゃんもちょっと大きい、ちょっとブカブカってる。ほんとだ。します。あのブカブカ可愛いな、指が、指の先だけ出るやつ。ちょっとシャロちゃんもいいですね。中学校のシャロちゃんめっちゃ可愛いや、めっちゃ似合ってるや。燃え袖やな、みんな。そうや、そういうこっちゃ燃え袖。あれでなんかミルクティーのホットとか持っとってほしい、俺は。うん、暑いから、暑い、寒いけど暑いからみたいな。なんかココアがちょっと賢く見えますね。この制服着るとね。お嬢様が。照れることないよ。最初に買っても、どうして今日はこんなに絶好調だったの？チラシ配りが成功していくという形です。では、次に行きましょうか。お、次は何を見せていただけるんですか？安心する匂いがするから。安心する匂い。では山本さんに。え、何ですか？喫茶店モードというミニゲームをやっていただきたいと思います。注文しっかりと。取れるかな？山本ちゃんってさ、そういうバイトした経験、あ、ごめんなさい。所長なんだね。所長、ここで働いてるよ。バイト経験はないですか、学生の頃とか。だってバイト禁止だったもん、学校が。そのバイトできる期間もバイトしたことなかったんですか。はい、あの、学業しなさいっていう学校でした。あ、なるほど、はい、そしたらいいですね。どうしましょう。席を変えましょう。まあ、席変わりましょう、席変わりましょう。それが一番正しい。そうです。じゃあちょっとね、すいません、ごめんなさい。喫茶店モードを開始したいと思います。じゃあ、え、これ何難易度とか何回？もう始まりました。え、ちょっと待って。はい、営業開始です。大丈夫なの？はい、14人のお客様をおもてなししてください。なかなかこの店に14人も客来るって珍しい。やっていきますよ。そうですね。お客様が入ってくるので、はい、そしたら、注文を。言ってくれます。言ってくれる？すると、ちのちゃんが、はい、飲み物を作るので、取りに行く。作ったら取って、はい、お客様にお渡しするというゲームです。はい、で、まあ、注文どんどんお客様入ってくるので、カフェオレかな、まあ、記憶力と瞬発力っていうんですかね。待って、試されます。その
結構今のところ人は同じもの頼むね、意外と。マジで、飲み物は6種類あります。あ、ちょっと違う、同じだけど違う。ちょっと待って、つーのか、あれカプチーノか、あれカプチーノ、目が追いつかないよ。頑張って、はい、あ、もう、え、順番とかって関係あります？で、はい、で注文が分からなくなってきたら、ハテナマークを押すと、あ、分かんない、もう分かんない、ハテナマークを押すと、技術が教えてくれます。あら、まあ、なんて、ま、豆と優しい、ティーね、豆とティー、豆って何、豆と豆って何、ティー、それカフェオレ、あ、ちょっと待って、間違えると違うで、はい、左、どん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 お客様溜まっていっちゃいます。ちょっと、はい、茶、コーヒーと、ね、その上の、そうそう、で、ま、豆は豆って何言ってんの、豆豆と、はい、豆とカプチーノですね、カプチーノ、カプチーノ、顔変えてあるから、あ、やばい、早く持ってかなきゃ、イラッとしてるよ、はい、カフェオレボール、カフェオレボール、これカフェオレ、カフェオレボール、もう分からない、はい、おお、できた、あ、ごめん、できちゃった、できちゃった、ごめんってなる、できちゃった、授業より下げたの、オッケーです、嬉しい、できちゃった、果てのボタン嬉しいね、あれなしでやってほしかったで、店長ちゃんは所長、所長、あれなしで、あ、すごい、これだから今の成功して、成功すると、おもてなしできましたということでですね、はい、いやー、でもこれこう果ての思ったらないと、最後にチノのお父さんが評価をしてくれます、はい、さあ、はい、聞いてみよう、お客様への配膳、失敗ゼロ、これ大事なことですよ、失敗はなかったようだね、はい、ヤマちゃんやろうよ、じゃあ次、今日の収入についてはこれは収入8100円、お、A だって、今回のココア君のやった、はい、A 判定だ。そうするとお店の知名度がアップします。やっぱりちゃんとしてる店やかっていうことでね、貢献した、いいですね、所長、じゃあヤナウサギ、ヤナウサギやろう、次やってみますか、じゃあヤナウサギやってみましょうよ、ヤナウサギね、これ難易度とかってあったんですか、はい、知名度が上がっていくごとにお客さんが増えていきますので、そうなんですね、難しくはなっていきます、じゃあちょっと難しい、いや、なんで僕に難しいの、さ、ボタンどれ、いや、でもタッチ、はい、タッチでいける、いけます、タッチでいける、はい、コーヒー、あ、注文のピョンってのが出るから、それを取りに行って、うん、お客さんにタッチする感じ、はい、あ、16人だ、増えましたね、増えましたね、うんうん、頑張れ、ファイト、いけるよ、ヤナギ、いけるよ、はい、この人が、まず、はい、この人が、で、注文、はい、注文します、はい、すると、チノちゃんが、はい、はい、早いな、早いな、早い、ちょっと待って、早いの、あ、もう覚えてない、やばいやばい、早く取って、はい、運んで、はい、覚えてますね、すごいな、もう私わかんないんだけど、あ、さとかタッチでもいけますし、はい、数字、はい、コントローラーでもできます、すごいな、すごいな、これで、これで、おー、すごい、すごい、でも分かるんだよ、すごいよ、そういう時は合ってるよ、そういう時はハテナボタンを押してください、どこハテナを押すと、うん、うん、あ、そうか、はいはいはい、はい、はい、なんて優しい、なんて優しい、やばいやばい、覚えてください、覚えた、覚えて、ええ、なるほど、ええ、戻って戻って、はい、一応ハテナ出してる間も時間イラッとしてる、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 うん、この人、これ、この人、これやったか、この人、この人、あ、間違えた、間違えた、間違えた、あ、変えた、変えた、変えた、違う違う違う、この、うるさい、この人、これか、あ、違うんか、違うんか、いや、違うんです、お客さん、ごめんなさい、お客さん、違うんです、違うんです、お客さん、お客さん、これ、はい、これが、はい、お客さん、はい、ここか、はい、お客さん、危ない、お客さん、お客さん、ちょっと待って、お客さん、はい、お客さん、違うんです、お客さん、違うんです、お客さん、違うんです、ちょっとお待ちください、ちょ、これか、こっちやったか、違う、間違えた、お客さん、違うんです、すぐに持っていきますので、お客さん、笑ってるけど、違うんです、じゃあ俺が持ってるもんと違う、お客さん、お客さん、あー、するとゲームオーバーです、
5人5回失敗するとゲームオーバーとなってしまいます。入り口でも名前変えてから入ってきてくれる待ってる人なんですね。なぜそうそん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 入ってくるんですか。テーブルまだ水滴とかあるから掃除してないからこれでも全然でも頑張った方ですよね。いや初めてで、あでも10人成功してますからね。いやこれはあかん、かなり怒られるよ。10あーきついな。10人成功してきついな、失敗したなこれ。5人失敗して5500円、評価いい。くっそよかった、一瞬評価 T かなと思ったらびっくりした。めっちゃ低いよ。いいね、いいね、いいね、いいんじゃない。誰がいいじゃんや、これ前のありがとう。はい、というわけでこういうのもあるんでね、ぜひ皆さん極めてね。俺こんなほのぼのしたん久々ゲームで、ねえ、なんやね、ドガチャカとかなんかモバとかね、いろいろある中で多いですからね。こんな優しい感じになる、はい、すげえな。でもアニメの雰囲気を本当そのまんまできたっていう。アニメのファンの方たちに楽しんでいただけるように、うん、まあ、可愛くできるようにというので、うん、できてる、可愛いところにこだわって作りました。ゲームもふわふわしてるわ、すごいふわふわしてる、よかったよかった、ね、何も救われました、はいはい、というわけでここから最新情報をお願いします。はい、いや、パワーポイントありますか、はい、これか、はい、初回限定特典、先ほどご紹介しましたけれども、バニーの追加衣装と追加エピソードの DLC が入っております。こちらは、通常版限定版ともに、お早めに購入された方にはついてきますので、うん、はい、では、次は限定版の同梱特典、ちのちゃんかわいいな、こちらですね。あ、実物がありますね。最近のこのサイズのフィギュアようできてるよな。かわいい、ね、SD フィギュアとあと、サウンドトラック CD、 こういう箱に結構豪華な箱に入っています。大きめの、うん、いきます。これがサントラか、うん、サントラです。なるほど、サントラ、あ、いいですね、はい、シンプルで、はい、豪華ですね、はい、で、次がですね、これは限定、こちら限定版です、うんうんうん、はい、続いて、はい、あら、何これ、次はですね、たくさん、店舗さんの、特典も作っていただきました。まずはですね、アニメイトさん、はい、衣装がさらに追加されるというバレンタイン衣装追加エピソードのプロダクトコードと、書き下ろしの、ブランケットイラストをつけた、ブランケットです。かなりふわふわしたふわふわした布の素材で膝掛けみたいな、すごい大きい、うん、いいですね、ちょっと昼寝するときにもね、ちょうどいいですね、はい、あ、かわいい、で、洗われへん、使われへん。次はですね、うん、アニメイトオンラインさんの、オンライン、オンラインさんはまた別の、特典をつけていただきました。オリジナルフレイマット、デスクマットですね、あ、ちょっとゴムみたいな生地でできてて、で、表面が布地にプリントされてるような、滑らないし、先ほどのかわいい、イベントのシールを使った、みんなが着替えてるやつや、そうです、はい、でこちらにも、バレンタインの、衣装がついてきます。プロダクトコードはついてきます。はい、では次は、ソフマップさんですね、あら、ま、こちらは大きい B2 のタペストリーが、うん、こちらも書き下ろしのイラストで、ちのちゃん、まやちゃん、ね、ちのちゃんチアガールの衣装を着たよ、ちょっと珍しい、うん、タペストリーがついてきます。はい、これ。で、さらに、カスタムテーマ、いいな、こちら5種類のカスタムテーマがついてきます。いい、ココアちゃん、ちょっと待って、はい、これ取れるかな。こんな、こんなんです。取れたら嬉しい。おーおーおーおお。あ、これこれ、うん。うるさいな。あ、そういうんだ。あ、なるほど。はい、こんな感じでアイコンも変わった感じになってます。あら、まあ、いいじゃないですか、はい、がついてきます、うん、これ全種類ついてくる。こちらが5人分のキャラクターのがついてきます。あ、いいね、はい、そして次はイマジンさんです。書き下ろしの布ポスターになります。こちらも大きいポスターになってます。布ポスターね、はい、リズちゃんの水着姿に、うん、あ、イマジンさん売り切れ、あ、売り切れてる、ね、マジで、ちょっと、売り切れかどうかはお店さんの方にご確認いただければと思います。はい、ネーマーズさん、あ、さっきのや、こちらは、ココアとチノちゃんの仲のいい
書き下ろしのイラストです。 B2 のタペストリーになってます。大きいですね。かわいいお団子やね。続いて、ゲオさんです、うん、こちらも書き下ろしの絵を使ったクリアファイルになってます、うん、シャロちゃんとリゼちゃんの仲のいい姿。シャロちゃんかわいいね。シャロちゃんはリゼ先輩のこと大好きです。大好きですからね。もう照れてしゃあない。照れてしゃあない。でワンダーグーさんですけども、うん、書き下ろしのこちらも B2 タペストリーです。メグちゃんと、メグちゃんね、うん、じゃバレエのシーンがあるんですけども、うん、なるほど、書き下ろしでついてます。本編のシーンではないんですけれども、こちらはそうですね、ね、なんかなんかしのちゃんはいろんな髪型しますね。すごいな。あそこのバッテンだけは上新さんですけれども、こちらは書き下ろしの、はい、うん、マイクロファイバータオルです。なるほど、はい、これで磨こう。そうです、磨けと。なかなか磨かれへんの。はい、はい、もう一つですね、告知したいことがありましてですね、はい、どうしましょう。こちらまっすぐ持つのって難しいんですね。ここに置いてもいいですよ。はい、はい、ですね、はい、はい、発売記念のご購入感謝祭ということで、はい、配布会を、今週の土曜日、日曜日に、開催いたします、はい、3月5日、土曜日1時から、3時、13時から15時まで、うん、アニメイト秋葉原店さんで、はい、ポストカードの配布会と無料配布 と、あとですね、ご購入されたお客様証明できるものを持ってきていただければ、特製の、ポスターを、お渡しします。どんなポスターですか。こちらに持っていただいてる。あら、ちょっとそうですね、この結構いいサイズ普通の、まあ、珍しい横型のポスターがご購入されたことで、はい、うさぎですか、ぴょんと、はい、お渡しします。無料配布はポストカード、はい、2種類のポストカードになってます。でせめて5大都市回ってくれって心の叫びが。そうな、ほんますまんな、すいません。で、次の日、日曜日ですね、6日の日曜日がですね、はい、また、13時から15時までソフマップのアミューズメント館で、はい、こちらもまた別のポストカードをご用意いたします。こちらは無料配布なのでどなたでも、お受け取りになれます。ちょっとこの、ま、魔女っ子な感じかな。ハロウィン、ね、ハロウィン衣装、ね、なるほど、ね、あ、ほんまに、はい、11月だからかぼちゃか、はい、無料配布は、13時と14時に開始いたします。これは、なくなり次第終了としますので、ご注意ください。こちらでも、購入されたお客様には、ポスターを、先ほどのポスターをお渡しします。はい、はい、ですかね。そして本日見ている皆さんにもプレゼント用意していただいているということを森田さんから伺っているんですが、はい、森田さんはいなくなってしまいましたので、はい、そうですね、どうしましょうかっていうやり取りが、やろうって言ってたんですけど、どうしましょうかもないので、ないまま、はいはい、僕の独断と意見で、はい、こちらの、通常版に、配布会で配る予定のポストカード。あら、あらららら、贅沢。これ2枚あるじゃないですか。そうですね、2種類2種類いいんですか。はい、あら、土曜日と日曜日用の全部見よう、全部見よう、はい、こうね、はい、はい、で、本日、発売記念抽選会で、お渡しした、クリアファイル一挙にこれが手に入る。はい、で、さらに、さらに先ほどご紹介したポスター、え、これも？もう全部つけまして、あら、まあ3日間分つけまして、すごいよ、ある種のタイムスリップですよ、これ、はい、すごい、3名様、セット3名様、はい、プレゼントいたします。これはよ、ありがとうございます。これはね、秋葉原になかなか行けない人たちに当たってほしいですね。応募方法は番組の最後にお知らせしますので、じゃあ見ている皆さんにメッセージいただいてもよろしいでしょうか。はい、お願いします。はい、あ、こっちですね、うん、今回ですね、ゲームのほんの触りしかご紹介できなかったんですけれども、まあ人気があればまたこの場でご紹介したいぐらいですね、はい、後半にはもっと
たくさん可愛いお話を用意いたしましたので、ぜひ一度プレイしてください。よろしくお願いします。はい、ほのぼのした。はい、電磁科学研究所、今回はご注文はウサギですかワンダフルパーティーを徹底研究しました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。目指せ大冒険。